はい、こんにちは、ナチュラルライチです。バディファイトの診断ミカドエボリューションが出たので 1箱を開封したいと思います。で、今回の収録ワールドがどこに書いてあるのかな。いつも書いてあるけど、あれ、箱に書いてないな。とりあえず、なんだっけ、忘れちゃった、ドラゴンワールドと、デンジャーワールドと、ダークネスドラゴンワールドと、ネオドラゴンはなんていうワールドだっけ、スタードラゴンワールドが、入っていると思います。ちょっとうろ覚え。さてさて、今回欲しいのは実は 僕としてはカイザードラムだけが欲しいっていう箱なんで、あんまりあれなんですけど、まあ作ってるワールドがドラゴンワールドとダークネスドラゴンしかないってところがあれなんで、まあまあまあ、とりあえずなんか強そうなカード見ていけたらなと思います。で、あと6パック買うと、1枚、もらえますね。スタードラゴンワールドのカードですがプロモで、これ1種類がもらえます。これかなり強いんで最後に紹介したいと思います。よし、じゃあ向いていきます。バックずついきますよと。もういきなり、デンジャーですね。なんかアーマナイトに可愛いカードが増えてましたね。アーマナイトフェアリー、ゲージ1で貫通5002点、結構でかい。サイズ1としてはかなり強いんじゃないかな。レディアントセイバープロビネンス、スタードラゴンワードの武器ですね。ガチレアです。ジャックを含むモンスターすべてに移動を与えるよって効果がついてます。今回もあれですね、ホロ仕様のカードがちゃんとあります。ジョーかゲで、ゲってあるんだっけ、波かジョーでのホロカードがありますね。デンジャラスレイジ、これはレアかな、レアですね。設置魔法で、アタック終了時にゲージ1払うと、払ったら君の場のカード1枚にソウルを入れるよって効果がついてるんで、これ特に場のカードとしか書いてないんで、例えば、デンジャラスクレイドルとか武器に、そのままゲ、ソウルぶっ込むこともできるし、デモンゴドルとか、ソウル入って強いカードに、モンスターにそのままソウルぶち込むことも可能です。なんかいろいろな使い道がありそうで、そうデモンボトルかなんかに使ったら強いんじゃないかな。デス氏希望シュテルンベン、デス氏、デス氏のか、デス氏とついてるカードが増えましたね。アイテムで、手札を1枚捨てレストすると、君のカード相手の場のモンスターすべてを別々の場所に、エリアに置くことができる。これは結構強いんじゃないかな。別々の場所のエリアに置くことができるよってことは、例えばデュエルズイガーとか横、じゃあこれ横に置きますよとか言ったら、デュエルズイガーずっと無視して殴り続けることができるんで、例えば進化を妨害するとかそういうのも可能かな。あとはなんだっけ、デスタリカとかも、ずっと場に残り続けるようなカードを横に置いて、じゃあデスタリカ自身に攻撃がないからずっと攻撃通るよねって言って、やることも可能ですね。これなかなか面白いカードですね。これ結構強いと思います。手札って1枚捨ててもかなり移動させる効果は美味しいかなって感じはしますね。ドラゴンワールド竜派の構え、起動効果で、カードの、カウンターで使える設置ですね。設置してからカウンターで使うのか。ソウルを1枚をドロップゾーンに置いたら、次に受けるダメージを、1減らすっていうことなんで、
ダメージコンデンサーのドラゴンワールドバージョンって考えればいいのかなと思います。うん、こういう系の防御札も増えてきましたね。うん、先陣機も増えましたね。ドラゴンシールド互角の大盾。あ、ドラムになってるんだね、このシールドの形が。互角を含むカードがあれば、その攻撃を無効化するよっていうカードですね。こう互角で組むんだとなかなか強いカードですね。センターにモンスターがいても使える盾なんで、なかなか使い勝手はいいんじゃないかなと思います。うん、デスルーラーが、今回出てますね。サイズ2の深淵か。ゲージに払って、このカードはセンターにモンスターがいても相手を攻撃する、2回攻撃できるよっていうカード、かなり強い。2点2回攻撃1000円って考えたらかなり強いんじゃないかな。2点通せますから、1ターンに防御がなければ4点通せるんで、サイズセンターにモンスターがいても、はい、デスターリカとかやっぱりディエルゼイガーとかに対してかなり有効なのかなと思います。アーマナイト、ライアンドレイク、これアニメでできたカードですね。100機のカードで、2回攻撃、あ、2回攻撃がついてるよって。こいつ自身はコールコストがないので、ただ出てきて2回攻撃そのままパンパンって使えるカードなんで、すごいコストが軽い2回攻撃のモンスター、サイズ3以下のサイズ2以下のモンスターはかなり強い、使い勝手がいいカード。はい、超勝ちですねかなと思います。しかもアーマナイトって入ってるんでね。今までのアーマナイトデッキに入るのも良しと思いますよね。お、黒竜、ダークネスドラゴンで、超勝ちレア、絶望の使者メタメレイヤ、コールコストが、ゲージ3払って君のドロップゾーンの黒竜2枚までを、カードのソウルに入れるよ、でソウルカードがついてるよと。で攻撃されて破壊された場合、相手に、このカードが攻撃で破壊された時に相手に自治ダメージ与えるよってことなんで、ソウルガードが、2枚入るから、とりあえず3回防御できるんで、まあ一応ソウルガードがついても破壊されたことにはなるんで、まあ 3点は飛ばせるよっていうことで、2回攻撃はついてます。9000、4000、もうなかなか強いんじゃないかな。黒竜だから今までの例えば霊撃系のデッキとかだとかなり相性がいいんじゃないかな。霊撃系のまであんまり強化来なかったんで、なかなか使い勝手がいいんじゃないかな。強化としてはなかなか大幅には強化されてるんじゃないかなと思います。ニフェルノイド、煉獄の、煉獄の盾、煉獄騎士のあれですね。君の場のモンスター1枚を破壊して、攻撃を無効化するカードですよと。そしたら、ゲージ1枚置いてライフ1点回復して無効化されません。強いね。なるほど。センターかなんか攻撃した時に真ん中破壊して、攻撃かわしてしながら防御するっていうのが可能なのかな。互角の、カードも増えてますね。互角昇竜暗鬼の巣、このカードはセンターにコールできないか、コールできなくてダメージを受けた時にドロップゾーンに置く効果がついてます。なんかレディアントストリーム、レアのカードが、この光コードかっこいいな。ドロップゾーンの、ドラグアームズを5枚まで好きな順番でデッキの下に置き、ゲージ3払うよっていうのが、コーストで、君の場のモンスター1枚と武器を、起こして、もう一度アタックフェーズを行うよっていう効果がついてますね。で、このアタックフェーズ中カウンターを使え、超強いじゃんこれ。超強いんだけどこれ。もう一回アタックフェーズ使えなくてカウンター使えないで防ぎようがない。
まあ、1ターン目にあれですね、モンスター破壊をするのを重点的にやって、もうじゃあファイナルフェイズっていうことですね。自分の方はカウンターが使えるんで全然。ドラグアームズのエリアですね、ネオドラゴンが攻撃した時にこのバーのカードを1枚ソウル1枚をドロップゾーンに、相手の場のドロップソウルを1枚ドロップゾーンに置くよって効果がつきますね。なるほど、ソウル崩しか、なかなか。アーマナイト、アシュラ、アーマナイト今回結構強化されてますね。いうか、今までアーマナイトがエース系が強化ずっとされてたんですけど、普通のアーマナイトが強化されたのが結構いいかなと思います。起動効果で、サイズ2ですね。デッキの上から2枚をドロップゾーンに置いて、置いた次の2つから、1枚を選んで使いますよと。でこのこうこの能力は1体2体で使えます。で相手の場の防御力5000以下のモンスターを1体破壊する効果と、このターン中、2回攻撃を得るかの2つですね。なるほど、まあセンターにモンスターが5000以下のモンスターがいるなら破壊効果を使って、ガラキだったら2回攻撃に選べるよっていう感じでいいんじゃないのかな。うん、デッキ肥やしにもなるし、かなり使い勝手がいいんじゃないかな。デンジャーでデッキ壊して使い勝手がいいカードなかったかな。エース系はなんかそういう系かな。あ、ガローズの新しいのが出てますね。ガローズ、ゲストゥース。死が3枚以上あるならコール。ボドプゾに3枚以上あるならコールできるよ。火の場の、死のモンスター全ての攻撃が2000と打撃力プラス1。強い。このカードが、センターにモンスターがいても相手を攻撃することができるよっていう効果がついてますね。さっきサイズ2の1000円2回攻撃のやつがいたよね。どれだっけ。まあこれだこれ、これとすごく相性がいいですね。2回攻撃ができて、3点の2回攻撃1000円になって、1、2、3で、6点の、7、8、この2枚だけで8点持ってけて、例えば前回の、バディオールスターズで出たガローズの SD かなんかがサイズ0なんで、0、1、2で置いておくと多分1回の攻撃で全部持ってけ、10点持ってけるんじゃないかな。6点、7点、8点、9点、10点でいけるんで、多分そんな計算で合ってるんじゃないかなと思います。これかなり今回デスルールは強化強いんじゃないかな。デスルーラーっていうかガローズデッキが組みやすくなったんじゃないかなと思います。かなり1000円も今回1000円の強化はすごく目立ちますね。あ、アマナイト、リトルドレイク、アマナイトドレイクの SD 版か。へえ。このカードが登場した時に手札1枚を捨てたら、君のドロップゾーンのカード1枚を場のカードのソウルに入れていいよ。ああ、なるほど。アーモナイトアシュラーで落としたやつをリトルドレイクで、釣ってくればいいんですね。場のカードのソウルに入れていいってことはデンジャラスクレードルで入れていいってことなんで、まあデンジャラスクレードル貼ってあってソウル、アーモナイトアシュラーで落として、例えばエースが落ちました、アーモナイトリトルドレイクを、出して、墓地に落ちてる、ケルベルスエースのこうケルベルスエースを、ノーコストで、そのまま、ソウルに入れるよって効果がついてるんで、武器のソウルに入ってるぐらいそのまま、効果がついて打点が上がりますよっていうことができますね。ここら辺噛み合ってるんだね。なるほど、面白い。アーマナイトドラゴン、アーマナイトでデュエルドラゴンの効果がついてる。へえ、面白い。君の場のアーマナイトがあるならこのカードは貫通を得るよ。このカードがこう撃した時に君の場のデュエルドラゴンがあるならそのターン中このカードは2回攻撃できるよ。へえ、デュエルドラゴンとハーフハーフで組めそうですね。あ、面白いな。へえ、
まあ、ここら辺の効果もデュエルドラゴンとか、アマリトルドレイクとかの効果もデュエルドラゴンと噛み合ってたりするんで、アシラとかもそうですけど、そこら辺を考えると半々で作れそうですね。あ、うちの実は3点で出ました。はい、ここら辺に置いておきましょう。気づかないそのままポイってやってましたね。スタードラゴンワールドの、ドロケの効果かな、フェイトインフォメーション、君をデッキの上から3枚公開してその中のサイズ2以下のモンスターかアイテム1枚までを手札に、加えて残りをドロップゾーンに置くよ。あー、サーチ系の効果になってるんだね。まあ、サーチというか、まあ、選んでのあれですね。ホル系のカードって言えばいいのか。スタードラゴンのガチレアですね。このカードが登場した時に君の、場にソウルが1枚以上あるなネオドラ1枚以上があるネオドラゴンがいるなら、君のデッキの上に、から1枚ゲージに置いて1枚引きますよ。へえ。まあジャックがいれば、あいつサイズ2なんで、そのまま、ゲージ増やしてカードを手札1枚増やせるよって効果です。なかなか強い。コスモセイバーエターナルアンセム、あーこれあれですね、ドラゴンアンセムのスタードラゴンワールド版と考えればいいのかっていうか、そうだよね、うん、2回攻撃ついてて、センタートライトに攻撃できないよって効果がついてます。あー、こういう感じでリメイクもされるんだね。なるほどね。うん、あ、結構今回アーマーナイトとなんだっけな、デスルーラーの強化すごいすごいですね。カウンターで、アーマーナイトノイズバット、カウンターの起動で、ゲージとライフ1点払ったら、手札のこのカードをセンターに攻撃して、対象をこれに変更するよってカードで、ゼロコストなんで、例えばアーマナイトデーモンとかが横に立ってて武器自分が武器装備してて防御札がこれだけっていう時はそのまま真ん中出してじゃあこいつやられるよっていうことが、だからこれ自身コールコストはないんで、今までアーマナイトイーグルが入ってたような枠に、ノイズバットを入れるっていうのもありかなと思います。ソニックブラスト、ドラゴンアームズも随分強化きてますね。うん、お、竜騎士系の武器ですね。お、なんかすごいカードが出てるぞ。ジョーで君のデッキから必殺技を1枚手札に加え、デッキをシャッフルするよ。でその後メインフェーズを使用していきなりファイナルフェーズに行くよっていうことで、ゲージが、4溜まってればガルガンチュアパニッシャーを持ってくれば OK ってことですね。あー、なるほどね。そうすればそのセンターが空いてれば勝ちってことです。なるほど、かなりコンボがつなげやすくなったんでいいですね。ガチレアです。黒竜で呪い吐きだめのカース、カースカウント、霊撃ですね。あ、霊撃だ。このカ、ダメージ1破壊したらダメージ1で、ドロップゾーンに黒竜が4種類あるならダメージ4与えますよ。墓地が超えてれば使い、ダメージ一気に持ってけるんで、そうだな、なんだっけな、デスタリカとかに使うあのデッキ5枚落とすカードとかで墓地肥やしてって、まあ、黒竜でこいつで殴るよっていうのがセオリーになってくるのかな。なるほどね。デスタリカとは一緒に入らないかな。これは全部吸っちゃうんでね。
ね、相手がサイズ3のモンスターを行使した時に使えます。そのコールを無効化する。これやべえな、これかなりのメタカードですね。これ面白い、これ面白い。アンチマタークラウド、これ面白いですね。これこういうの好きですよ俺。サイズ3メタか、今サイズ3強いからな。無効化だから多分ドロップゾーンに行くんじゃないかなと思います。バリアが増えてますね。連携攻撃なら無効化するよ。あ、これあれだ、デュエルドラゴン1枚までコルコ触らずに攻撃してデッキからした、デッキからサイズ3のっていうことはあれですよね、あの格王が、出てくるよっていう専用カードになっちゃうのかな。デュエルドラゴンってサイズ3あんまりいた記憶がないんで。さてまだ超勝ちが1枚しか見えてませんね。あと4パックです。ザンマが増えましたね。ザンマ武器はあの基本的に、ダメージが大きいイメージ。お、アーマーナイトデーモンエースですね。今まであったデーモンのあれ、エースになったやつで、君の場のモンスター1枚をドロップゾーンに置いて2ゲージ払いますっていうのは今までと同じ、カウンタータイミングの起動で、ライフが5以下ならこのカードを、武器にソウルに入れるよ。しかもカウンタータイミングでできるんだ。で、このカードが君の武器のソウルにあるならゲージ1払ったら、武器を1回起こすよっていうことはだ、じゃあこれがデーモンエースがいました。じゃあデンジャラスクレイドルがいました。じゃあデンジャラスクレイドルある程度ソウルが溜まってます。じゃあアーマーナイトデーモンで攻撃しました。で相手がなんか、相手のセンターこじ開けました。じゃあ、デンジャラスクレイドル殴る前に、アーマーナイトデーモンの効果で、デンジャラスクレイドルに入りますよ。じゃあ次デンジャラスクレイドルに入ったら、デンジャラスクレイドル入ったデーモンで殴ります。アーマイドデーモンの効果を使ってデンジャラスクレイドル起こしますよ。じゃあもう一回殴りますよっていうことができますね。なるほど、一回場に出してからカウンタータイミングで入ってもう一回殴れるよっていうことが可能なんで、かなりエースのカードとしては強いね。連番ギミック、エースの連番ギミックを増やしたって感じですね。サイズ3で8000、7000もあるんで、エースには結構入れておきたいカードかなと思います。はい、ラストパック1パックですね。超勝ちで、黙食の第一騎士グラトスが出ました。黒騎士ですね、新しい属性です。100機で、ドロップゾーンの黒騎士3枚までをこのカードのソウルに入れるよっていうことなんで、ソウルガード3がつきますね。このカードが、バディモンスターだったら、さらに、2枚までをソウルに入れるよ。なるほどね、5枚集めてくださいってことですね。で、カウンタータイミングで、場のモンスターを選んでソウルをのサイズ数字分以上のデッキの下に順番に置いてよい。そしたらモンスターを破壊するよ、ソウル抜いて破壊する効果ですね。ということで、なるほど、超勝ちレア。はい、で1ボックス開封した結果は、じゃあ見ていきましょう。ガチレアがカーススカウト、ライアンドレイク、プロビネンスと、アーモナイトアッシュラ、クアンタムルーラーの 1,2,3,4,5 枚ですねが、これ超、ガチレアですね。で超ガチがデーモンエース、メタメレイヤーグラトスが出ました。欲しかった、なんだっけ、ドラムが出なかったということで、あと 3点が出ましたね。はい、で、あと最後にプロモの紹介をしたいと思います。
はい、で今回も6パックキャンペーンがありまして、ついてくるカードが、ドラグアムズシュリディンガーが、ついてきますね。これが6パック買うと1枚、なんでボックス買うと5枚つもらえますね。でサイズアームズの、スタードラゴンワールドの、ドラグアームズなんですけど、これがね超強いんですよ。まず、これのカードは、何枚でもデッキの中に入れられますよ。まあバディファイト初の何枚でも入れられるカード、これ攻略系のカード好きですね。でサイズが0ってことなんで、例えばでこのカードが、ソウルにあるならこのネオドラゴンの攻撃は1000アップしますよ。で君のドロップゾーンにこのカードが2枚以上あるなら、ネオドラゴンの攻撃力を君のドロップゾーンの、このカードの枚数分プラス1000に移動して、移動と貫通を、得ることができますよっていうことなんで、まあこれを30枚とか40枚とか入れるとむちゃくちゃ強いっていうことになりますね。まあ例えばサイズ2のネオドラゴンがなんか1枚いれば、まあこれがかなり枚数多ければ、例えばソウルにこれが2枚入ってたとして、まあこれがサイズ2のドラゴン、ネオドラゴンだとしたら、まあコールしますよ。じゃあもうこれゲージ送って、じゃあもうそのまま貫通と移動がついて、2000上がってる貫通と移動がついてるのが、まあもうできてるよね。でもう枚数多ければもう手札にこうこんな感じで残ってたとしたら、もうじゃあ出します、あの入りますみたいな、入りますみたいな。サイズ3でもこいつ0だから OK、 あのクロスナイズできるんで、そこら辺も全然解決して、また1000ずつ上がって、移動と貫通がついてる、4000上がってる、5000上がってる、抜けました、まだ攻撃力下がりませんみたいな状況、盤面が作れるよって、かなり強いかな。で手札にこれがあれば、まあやられた分また入れて、まあ抜けて出して入れてみたいな状況が続いて、どんどんパンプしていくっていう、これかなり強いんで、これ皆さん30枚とか40枚とかいっぱい集めて、ネオドラゴン作ればいいんじゃないかなということで、移動と貫通持たせ、ドロップゾーンにいれば移動と貫通持たせられるよって効果なんで、今まで移動と貫通持たせていた、ドラグアームズがいらなくなっちゃうよねっていうところもあるんですけど、まあこれでおかげでかなりネオドラゴン強くなるんじゃないかなということで、頑張って皆さんも30枚40枚集めたらいいと思います。以上です。ご視聴ありがとうございました。ナチュラルライチです。ご意見ご感想があればコメント欄にコメントをよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくね。